朝倉健太は岐阜県岐阜市出身の元プロ野球選手、コーチ。1999年、東邦高校3年生時春夏の甲子園に、投資権一類手として連続出場。共に、初戦敗退だったが、夏の大会では後に、チームメイトとなる福沢隆弘と投げ合い、大会最速の時速1 4 9キロメートルの速球を記録し、 ドラフト上位候補として注目を浴びる。1999年のドラフトでは川内キアの外れ1位として地元の中日ドラゴンズに1位指名されて入団した。プロ入り当初はコントロールに難があった。ルーキーイヤーの2000年は9試合に登板するも防御率14.02と不審だった。翌2001年は1勝も上げられることができず5敗を喫した。 2002年、フォームを改造、踏み込む足をすり足気味に出すことにより、請球が安定。そのまま、先発ローテーションに定着し、プロ初勝利を含めて11勝11敗の成績を残す。2003年は、さらなる飛躍が期待され、打撃でも初本塁打を記録するが、右肘剥離骨折により、シーズン序盤に先々離脱。2004年、 背番号を41から18に変更し、復活を期して臨む。開幕直前に右肩痛を起こしたが、5月26日のヤクルトスワローズ戦で復活勝利を果たす。しかし、先発ローテーションに食い込むには至らなかった。日本シリーズのメンバーには入り、先発ではなかったが、登板も果たしている。2005年は、主に先発を任され、 一軍と二軍を往復する不安定さは相変わらずであったものの中盤から後半にかけては口頭を見せた。個人批判を滅多にしない落合博光監督もこの頃の朝倉に対しては厳しく言及することが多かった。2006年2月に行われた WBC 総合試合では12球団選抜に選ばれ WBC 出場組の一郎を内野頃に打ち取った。 開幕時は、石祐也と共にロングリリーフでの起用となったものの、5月に先発で起用されてから高騰し、勝利を重ねる。ピンチを招いても、新旧シュートを駆使し、内野ゴロ併殺で切り抜ける場面がよく見られ、同時に請球面も改善された。7月4日の読売ジャイアンツ戦では2002年以来4年ぶりの完封勝利を記録、監督推薦で、 オールスターゲームにも出場した。8月16日には2002年以来4年ぶり、自身2度目となる2桁勝利を達成。その後も勝利数を伸ばし、10月8日の対、横浜ベイスターズ戦において、自己新記録となる12勝目、14日には得意のヤクルト戦で13勝目を挙げる。落合も、朝倉は去年までとは全然違うと語るなど、 ようやく首脳陣の信頼を得て、ローテーション投手として飛躍を遂げた一年となった。日本シリーズでは第3戦に先発し、初回の立ち上がりに失点したものの2回以降立ち直り、終盤まで追加点を許さない口頭を見せるが、打線の援護なく敗戦投手となった。2007年は開幕から先発と指摘をされる。前半は請球難で低迷したが、 夏場に入って調子を上げ、7月と8月は7勝1敗の好成績。特に8月は4勝0敗、防御率1.10で自身初の月間 MVP に輝いた。しかし、9月に入っての優勝争いの中で、再び調子を落とし、12勝目以降は防御率8.38と打ち込まれる。特に9月26日の巨人との直接対決では、 4点のリードを守れずは北に両田に逆転本塁打を浴びて敗戦投手となりチームのセリーグ連覇を遠ざけてしまった12勝目の時点で防御率2.55と最優秀防御率が狙える位置にいたが最終的には3.36まで数字を落としてしまったそれでも自信初となる2年連続2桁勝利を挙げたなお基本塁打球は 規定投球回数以上を投げたセリーグ投手の中では最も少ない。また、名古屋ドームでは防御率2.11、6勝1敗と大活躍した。一方、地方球場を除いたビジターでは2勝6敗、防御率5.12と打ち弁慶ぶりを発揮している。クライマックスシリーズ第2ステージ第1戦に先発が予定されていたが10月9日、練習校舎で帰宅中に交差点で、 バイクとの人身事故を起こしてしまう。この結果先発回避、山井大輔の片通などもあり、第1戦には第1ステージにリリーフ登板していた小笠原隆が急遽先発。チームは3連勝、日本シリーズ進出を決めたものの朝倉自身は厳重注意処分を受けた。10月30日の日本シリーズ第3戦では先発投手として、 被安打9ながら7回1失点と日本ハム打線を抑えて見事日本シリーズ初勝利を挙げ中日ドラゴンズ53年ぶりの日本一に大きく貢献。アジアシリーズでは第2戦に登板し6回2失点の高頭で中日の初勝利を飾りチームもアジア1に輝いた。2008年開幕から先発として起用されるが5月30日 不調により登録抹消。6月22日に一軍復帰し、7月3日の阪神戦で5回1失点と口頭するが、7月6日に再び戦線離脱、右腕の血行障害であることが判明した。その後リハビリを経て、フェニックスリーグで実戦に復帰、口頭により、クライマックスシリーズ第2ステージ第2戦の先発に、 抜擢されるが、小笠原道広の2打席連続本塁打などで2回、6失点と、越され、チームも敗れた。第3戦では12回裏に登板し1回、無失点でシーズンを終えている。2009年、開幕から先発として、主に小山勝良氏とのコンビで戦列に復帰する。後半で調子を落としたため9月18日に、 登録抹消されるが、再登録後となる9月29日の巨人戦で、シーズン10勝目を挙げる。防御率は4.04とやや高めで関東も0、だったが、選手生命を危ぶまれた、血行障害を克服し、2年ぶりとなる、規定投球回数到達と2桁勝利を達成した。二千十年、開幕は出遅れるも、得意とする、ヤクルト戦を中心に勝を挙げるが、 負け数は倍の6倍に終わり、8月以降は出番がなかった。オフには優勝旅行への同行を許可されるも、成績不振から自ら辞退する。2011年、開幕1軍入りし、名古屋ドームの開幕戦である4月15日の阪神戦で先発するも、ごここ降板して、即登録ましょう。8月6日の横浜戦で復帰するが、ここでも越されてしまい、 7イニング7失点に本類打という成績となり、2001年以来となる無勝利に終わった。後に怪我が判明し8月に右肘を手術、リハビリに専念した。2012年、開幕は2軍スタート。5月末に1軍昇格し、主に敗戦処理要員としてリリーフを務めていたが、最終的には16試合の登板で、 防御率7.59と結果を残すことができなかった。6月11日に国内 f a 権を取得した。2013年、昨年に続き、開幕は2軍スタート。5月6日に1軍登録され、5月12日、広島東洋カープ戦にて2年ぶりの先発を果たすも、4回5失点とノックアウトされる。その後、先発1試合、 休園一試合に登板するも結果を残せず、5月21日に2軍落ちし、そのままシーズン終了となる。シーズンオフの契約公開では、野球協約の減額制限を超える60%減となる2700万円ダウンの1800万円でサインした。2014年4月25日に行われた、ヤクルト戦で1403日ぶりに勝利投手となり、 ヒーローインタビューで目を潤ませていた。同年は4勝6敗の成績を残したことが評価、されで、契約公開では年俸を700万円上積みした。2015年、開幕を一軍で迎えたが、9援で3試合に登板した後に、この年限りで現役を退くことを表明した。9月16日には、名古屋球場内の施設で、引退記者会見を開催。 引退を決断した理由として、数年前から自分の思うようなボールを投げられなくなったことを挙げた。また、相手の打者に打たれても、今までと違って悔しさを感じられなくなった。こんな気持ちで野球をやったら、ダメだと思った。自分だけで決められる話ではないが、今後も野球に関わっていきたいという願望は、強いという心情をとろした。 9月20日に一軍に復帰すると、同日の対巨人戦の8回表1死1塁から、打者1人限定という条件で、引退登板。前年までの同僚であった、代打、戸上剛弘博への1球目に、時速138キロメートルの直球で保守への、ファウルフライに打ち取った。11月30日付で、日本野球機構から、任意引退選手として講示された。 2015年11月28日に中日の球団職員としてチーム統括本部編成部に配属されたことを発表。正式発表前の同月10日に12球団合同トライアウトを視察するなど同年中は編成部員としての活動に専念していた。さらに中日球団では2016年1月16日に朝倉大二軍投資コーチとして契約した。この日までに 腰のヘルニアを除去する手術を受けた一軍投手コーチ、近藤誠氏の長期休養に伴って、二軍投手コーチの大塚将軍が、暫定的に一軍投手陣を指導することによる措置で、背番号は97。球団では、近藤のコーチ登録を継続したことから、朝倉は、編成部員と二軍投手コーチを兼務する。近藤が現場へ復帰した同年2月以降も、 編成部員との兼務を続けながら、大塚と共に二軍党主人の指導にあたり、翌2017年も、高山育を小笠原隆と三人で二軍党主人の指導をしていたが、9月1日一軍の党首のコーチ陣の配置転換に伴い最終戦まで二軍党首コーチの登録のまま一軍へ同行することが決まり、3日後の9月4日、党主人定名の責任を取らされる形で、 コーチ登録から外れ兼任していた、編成部へ選任することになった投資コーチの、友も決に代わり一軍投資コーチへ、配置転換された。2018年も一軍投資コーチを務めたが、チーム防御率4.36は、リーグワーストを記録し10月18日に、来期の契約を結ばないことが発表された。地方球場に強く、2009年までの58勝の、 うち十一勝地方球場で挙げている。また、出身地の岐阜の長良川球場、父方の祖父母が住む福井の福井県営球場でも勝利を挙げている。ありがとうございます。